の誇り戦場へ示さん。九州はほぼ島津家の手に落ちております。我らは島津を倒し九州を平定します。あれなるが島津の次男義弘です。彼らは豪遊にて鬼島津と恐れられております。まずは満足。やるな、バッパ。女か。女ではない、橘だ。橘銀千代は。豪遊鎮前一。九州の名家橘家の当主橘銀千代は雷神と呼ばれた名将道雪の娘。しかし当主となるため男として育てられた。当時九州では薩摩の島津家が台頭。道雪亡き後橘家は島津に押され、滅亡寸前にまで追い込まれていた。だがそこへ天下人豊臣秀吉が介入。戦局は一変する。秀吉の援軍を得て御敵島津にこれまでの借りを返さんと銀千代は戦場に推散するのだった。島津は一族の仇、橘は敵に一切容赦せぬ。第一は九州征伐、勝利を。獣がかかったぞ、突撃せよ。足を落とせ、孤立させよ。戦わん。わしの天下統一の夢、誰にも止められん。島津を天下にひれ伏せさせるんじゃ。敵将橘が討ち取った。見事、惚れ惚れする働きじゃ。島津、貴様らに倒された橘一族の恨み、今日こそ橘銀千代が晴らしてくれる。宿敵島津を破り、橘の名を世に知らしめる。まずは鶴ヶ城を奪取、島津攻めの拠点とするぞ。圧倒的な物量さ、完全な負け戦。面白い。さて、一旦引いて軍を整えるか。父上、父上より譲られし刀で立花の敵倒してみせます。押して参る。やるではないか。名のある武士とお見受けいたせ。敵将橘が討ち取った。その分まさに戦場の花じゃな。これしきは橘なれば当然だ。
ざ尋常に勝負。敵将橘が討ち取った。やるではないか。強い、それだけだ。時間だ。水が下がっている間に本陣を落とせ。良き仇参る。豊臣軍の戦線を断つのだ。これ式は立花なれば当然だ。良き仇参る。
兄の危機じゃ。兄を失ってはならぬ。行くぞ。良き仇、参る。いざ戦わん。我が首見事取ってみよ。敵将橘が討ち取った。よし、その調子だ。敵将橘が討ち取った。なかなかの豪のものよ。敵将橘が討ち取った。見事、ほれぼれする働きだ。敵将橘が討ち取った。これしくは橘なれば当然だ。島津もこれで豊臣に従う。天下統一は目の前じゃ。戦場に花はいらぬ、勝利のみでよい。秀吉は九州を平定、島津を下した。橘銀千代の戦ぶりは高く評され、秀吉旗下で大いに橘の名を挙げる。数年後、天下はほぼ秀吉により統一され、抗うは関東の北条、奥州の伊達の身となった。秀吉はその力を誇示すべく全国の大名を率い、北条の居城小田原城を東西から攻めた。銀千代は東側からの攻撃軍の中にあった。その陣中に伊達政宗が帰参のため秀吉への拝謁を求めてきたとの知らせが入った。立花は一人信ずる道を進む。何があろうとな。第2話小田原城攻略戦、完全なる勝利を。これは北条を攻める戦ではない。わしの力を示し、天下に戦する気をなくさせる。そして皆が笑って暮らせるよう作る。そのための戦なんさ。伊達政宗、拝謁賜りたいと参っております。奥州王政宗も膝を屈しますか。殺されるかもしれない。だが応じた風はない。むしろ傲岸だ。かぶいてるね。地産の段、ごめんなれ。今少し遅くは。ここが飛んでおった。さあ、太平の世への総仕上げだ。東側を攻める諸侯よ、期待しておるぞ。島津などには遅れを取らぬ。小田原城は立花が攻め落とす。門が開かぬ上を渦つか。さすがは健丈小田原。敵の砲撃を止めよう。このままではわしの可愛い兵がやられちまう。よし、お次の一手じゃ。皆の者、前提者を護衛するのじゃ。奥州の独眼流伊達政宗も豊臣の力に屈したか。圧倒的な力に逆らうわ。勇者の技よ。天に昇る志を捨てた竜は哀れな生き物だな。天かける竜の心は
血を這う人には分からぬわ。しゃあない、予備を出すんじゃ。次は壊されんようにな。殿を見ていると父を思い出す。拙者など同節殿に比べれば小僧同然。その謙虚な心を持っている。この虫、貴様が忠勝殿の娘と父上には恥ずかしめぬよう戦うのだぞ。城内に入れるんじゃ。よしてまいる。助立ち感謝いたします。腹が減っては戦はできんと言うでな。兵糧庫を抑え籠城を続けられんようにしてやれ。戦いに拙者はね、血が騒ぐわ。敵将橘が討ち取った。さてさて、いいことだ。立花なれば当然だ。立花様、なんて凛々しいお方。私もあのような立派な武者になりたい。いざ尋常に勝負。押して参る。まさに貴様の腹じゃな。だから、わしはそうなんだ。
さらばだ。これ式は立花なれば当然だ。では背後から襲われぬよう注意せねばな。バカにするな。立花は卑怯な戦いはせぬ。敵将立花が討ち取った。見事、いよいよ武の道極めよ。侵入者を撃て。これはチートばかし厄介な仕掛けじゃな。操作している将を倒すのじゃ。いざ尋常に勝負。名のある武士とお見受けいたす。敵将立花が討ち取った。見事、ほれぼれする働きじゃ。立花が討ち取った。その戦いぶり、拙者まで血が騒ぐわ。どうして本陣がガラガラだぞ。しまった、戻れ。本陣を守るんじゃ。尋常に勝負。いざ尋常に勝負。敵将立花が討ち取った。見事、惚れ惚れする働きじゃ。敵将立花が討ち取った。こと見事な武者ぶりよ。これ式は立花なれば当然だ。生きがるな。恐れているか。押して参る。敵将立花が討ち取った。見事にございます。尋常に勝負。押して参る。敵将立花が討ち取った。おお、よくやってくれた。
ば当然だ。小田原は落城、北条氏は滅び、天下は秀吉の手に落ちた。だがやがてその秀吉も没し、次の天下をめぐって世は騒然とし始め、徳川家康の東軍、石田三成の西軍、慶長5年、諸大名は二つに分かれる。立花銀千代は西軍に味方し、御敵島津家の義弘と共に久世川で東軍と対峙した。銀千代は決戦の前哨戦を完全勝利で飾らんと士気を高めていた。世に義なし、ただ純然たる勝利があるまでだ。第三話久世川の戦い、完全なる勝利を。
この戦はこの後の天下争奪戦への布石、つまり完全勝利が必要不可欠ってわけか。押して参る。敵はおびき寄せた。さあお楽しみといこうか。しまった、罠だ。引け引け。立花が討ち取った。やるではないか。本体への退路を確保します。急げ。敵将立花が討ち取った。やってくれますね。の退却路を塞ぐ。我に続け。押して参る。敵将立花が討ち取った。ルバタルク、ゴフレ、強いのも罪だが美しいってのも罪だ。そうか、そういうものなのか。面白い娘さんだ。血の匂いがすると思ったら、もう始まってるね。徳川に味方すると思っていたのだ。徳川に天下をやるのは気に入らん。押して参る。敵将立花が討ち取った。よし、その調子だ。ブバタル、ご苦労。ムキにならないでよ。また後で遊んであげてください。かくなる上は華々しく散るまで。せめて人たち、せめて一矢報いん。まで嬉しくなるわ。半蔵の言う通りであった。もう少し早く到着できていたら。直政は明石、伊奈は島津に当たれ。我らは本陣を突き隙を作る。いざ戦わん。いざ戦わん。敵将立花が討ち取った。さてさて、可愛らしいことだ。すっかける立花が敵になってしまった。胸を借りるつもりであの方にぶつかってみよう。敵将立花が討ち取った。よし、その調子だ。
とする。サトシ、ハンジ、もはや迷いはない。うぞ、終わりぞ。敵将、橘が討ち取った。やるではないか。橘が討ち取った。ほう、やってくれますね。筋合いはない。事実を言ったまでだ。立花もそう言ってた。これで少しは士気も上がったかね。惨めなる戦場に誇り高き勝利を。所詮久瀬川の戦いを勝利で飾った。だが石田三成は後手に回り、この有利を生かせなかった。東軍はこの敗北を挽回すべく、秀吉の意地秀頼を手にせんと大阪へ向かう。三成は諸将の反対を押し切り急ぎ追撃。しかし東軍は関ヶ原で待ち構え、決戦を己が得意とする野戦に持ち込む。西軍に三成の不手際に対する不満が渦巻く中、橘銀千代は挑戦と戦場に立った。勝利を。ただ橘は完全なものしか勝利と呼ばぬ。
第4話関ヶ原の戦い、完全なる勝利を。敵勢我が方を数では上回り、戦場を囲む交渉を抑え、核力に我が方を包囲しております。わしはこれまで人々の未来、太平の世という重きにを背負い、長き道に着実に歩を進めてきた。その歩み止められぬよ。ただ勝つべくして勝つのみだ。この戦は偽戦である。全軍に命ず、勝利せよ。敵前線を殲滅し、家康を討て。いざ尋常に勝負。これより我らは徳川殿にお味方する。敵将立花が討ち取った。よし、その調子だ。敵前線が乱れたところを大筒で打ち崩すのじゃ。大筒とは物騒だね。まあこっちにも大筒はあるんですがね。中央に兵が集中しすぎだ。島津が迂回し奇襲しよう。異戦に奇襲無用。島津、差し出た真似をするな。なかった。以後島津は一切動かぬ。小早川の坊ちゃんは徳川に内通してるな。西軍が不利になるか、小早川が押されると危ないね。押して参る。いざ戦わん。北西砦から敵本陣を狙うのも手か。中央に兵が集中しすぎている。ならばいざ戦わん。いざ尋常に勝負。徳川殿に味方せれば殺されるやもしれぬ。小早川め、秀吉様の一族が裏切りとは許さぬぞ。敵将立花が討ち取った。我らも続くぞ。敵将立花が討ち取った。やるではない。名のある武士とお見受けいたせ。敵将立花が討ち取った。よし、その調子だ。押して参る。敵将立花が討ち取った。さてさて、かわいらしい言葉で。押して参る。敵将立花が討ち取った。やるではない。敵将立花が討ち取った。よし、その調子だ。半蔵、松尾山より敵の裏をつけ。今日この戦、物足りぬ。あの戦屋がおらぬよ。始末を動かすこと、私にしかできない。いざ尋常に勝負。押して参る。このままではまずい。援軍を。敵将立花が討ち取った。やるではない。年寄りをいじめるものではないわ。敵将立花が討ち取った。ほう、やってくれますね。よし、今ぞ大筒打ち方始め。第二陣攻撃開始。三成を休ませるな。敵将立花が討ち取った。武働き、ご苦労。
頃合いですね。手薄な本陣を落とします。さてさて、可愛らしいことだ。せいか、立花一族の仇討ちに来たか。見損なうな。地獄の戦騎どもに告げに来ただけだ。この地獄のような戦場を共に楽しもう。いやな、よかず戦共に楽しまおう。すまない、助かった。援軍を敵将、橘が討ち取った。やるではないか。敵将、橘が討ち取った。さてさて、可愛らしいことだ。敵将、橘が討ち取った。やるではないか。感謝しとくか。我が首見事取ってみよう。敵将、橘が討ち取った。さてさて、かわいらしいことだ。ウバタラキ、ご苦労。これ式は立花なれば当然だ。押されているか。よくぞ来てくれた。
様を倒す。倒して私の行くべき道を行く。その覚悟、総身の力と変えて戦つに挑むがよい。地獄のような戦場に立っている感覚はどうだ。お主こそ戦国一位だ。貴様の立場だと世辞が言えぬようだな。このままではまずい。援軍を。さてさて、可愛らしい言葉。恐れているか。まずったかな。天命未だ我にあり。敵将立花が討ち取った。三成がここまでやるとは誤算であった。撤退せよ。江戸へ戻る。誇りなき姓よりむしろ死を。関ヶ原の決戦は西軍が勝利し、徳川家康は江戸へ敗走をした。だが戦後、島津義弘は独断で西軍の戦列を離脱、大阪へと兵を向ける。天下を手にすべく大阪の秀頼を擁し、三成と家康をもろともに討たんとしたのである。さらに三成との対立がため東軍方にあった福島正則ら豊臣恩顧武将も島津に組みす。野望をあらわにした義弘を討つべく立花銀千代は三成と共にこれを追撃した。島津、己が信ずる道を行くか。ならば第5話島津追撃戦、信ずべき道を。義弘、秀頼気味のおわす大阪へ行かせてはならぬ。砲を放て。敵を近づけるな。
大筒か。これで天王山に近づける。押して参る。崖は登れないようです。道に沿って迂回して登るしかないようです。敵将橘が討ち取った。武働き、ご苦労。これは天下をかけた大博打よ。博打の相手は三成連れではない。チームお主だ。関ヶ原の状況は兄者にも伝わっているはず。まずは昇龍寺を奪い、東軍残党の退路を断つ。いざ戦わん。小腹落ち着いてきたか。陣に入れるな。押し返せ。島津、ついに牙を剥いた。東軍残党と結び、秀頼君を擁し天下を狙おうと。義弘、すがすがしいな。あくまで己の生き様を通す貴様の野望、橘が最高の敬意を持って打ち砕こう。敵将、橘が打ち取った。やってくれますね。義弘、私はもちろん三成や左近が倒れて、三成の当人左近の成人が落ちても負けを認めよう。条件は厳しい方が同じ。押して参る。我が首見事取ってみよう。ウバタラキ、ご苦労。戦の匂い、血が騒ぐ。ねえ、面白いから君のこと切っていい？敵将、橘が討ち取った。やってくれますね。死は死を知るのだ。俺もあんたのこと。再び天下を混乱させる。どうしろ、手伝ってやろう。敵将、橘が討ち取った。我らも続くぞ。僕が式は橘なれば当然だ。よきし、壊すのが楽しい。あいにく、こちらに貴様を喜ばせる気はない。やっ
無働き、ご苦労。銀千代、戦いを通じ義弘と分かり合うと来ていたか。そうだ、だからこそ今戦を交えている。本陣に敵が、至急救援を。味方の被害が広がる前に砲撃を止めるのだ。いざ尋常に勝負。やるではないか。恐れているか。敵将、立
し取った。彼らも続くぞ。敵将橘が討ち取った。よし、その調子だ。全軍島津を殲滅せよ。わしの負けだ。我が命奪うがよい。当然だ。しかしこれはわし一人の博打。島津は関係ない。兵や国の者の命を助けてくれ。その代わり島津はお主らに従おう。ほうけたか義弘。敗者は全てを奪われる。兵も国も民も滅ぼし尽くされる。それが世の常だ。貴様！だが橘は違う。島津は任せよ。お前は橘の敵にふさわしい男だ。山崎の地に島津義弘の野望はついえた。無事豊臣秀頼を擁した石田三成は徳川家康に最後の決戦を挑む。三成の友直江兼続、真田幸村も知らせを聞き、三成に助力すべく軍を進発させる。対して家康は奥州の王伊達政宗と共に江戸で西軍を待ち受けた。立花銀千代もまた戦乱に終止符を打つべく三成の傍らにあった。立花は信ずる道を進む。その道より世の義が生まれよう。外伝江戸の陣、信ずべき道を。
関ヶ原で勝利したとはいえ、未だ世は収まらぬ。家康を倒し、義の世を築くのだ。甘いな、三成。わしに何の責もないと思うか。合図一つで、この戦場という御番はひっくり返る。政宗、そちも何か西軍に寄贈してやるがよ。では誰を主演に勝負する。よし、北門を開き、浮田に鉄砲を打ちかけよう。バカにしおって。それは罠だ。ヒレイエルは決起に耐えるよって。我が首見事取ってみよ。関ヶ原での裏切りはなんとか許してもらったが、このまま西軍についても前方は確実だ。敵将橘が討ち取った。さすがだな。いざ戦わん。まずい、援軍を。これ以上敵を入れるな。門を打ちつけよ。城内の敵を掃討し、天守への門を開くのだ。この刀が道を開く。橘についてこい。敵将橘が討ち取った。武働き、ご苦労。のろしを上げよ。毛利に寝返りを促せ。いざ尋常に勝負。正義はやはり徳川殿にあり。出明にはどうしてもこの生き方しかできないんだ。清き水に泥ガエルどもは住みかねるようだ。よかろう。悪い海は出し切らねばならぬ。寝返りに反対した暗黒JK 様捕らわれたよし。あの老人にそんな気概があったか。後で救う。バカめ、天下は徳川に決まりよう。わしはその下で権力を握り、次の天下を狙うのだ。三成、待たせた。義によって我ら三成殿に助け立ちいたす。このままではまずい。援軍を。敵将橘が討ち取った。見事。この城のどこかに AK が囚われておるはず。救い出して本陣へ保護せねば。何とぞ援軍を。敵将橘が討ち取った。さすがだな。名のある武士とお見受けいたす。やるではないか。これ式は橘なれば当然だ。
いざ戦わん。このままではまずい。援軍を。激将橘が討ち取った。お見事です。すまない、助かった。
橘が討ち取った。見事。わ、このままではまずい。援軍を。押されているか。やっやっ。勝負！
敵将橘が討ち取った。お見事です。これ式は橘なれば当然だ。なんとぞ援軍を。やるではないか。曇りが甘い甘いされているか。甘い甘い。甘い甘い。ここで燃え尽きるわけには。これが最後。御身の力を我に見せよ。今日橘は貴様を超えてみせよう。その天下を貴様は一人で背負おうとし、その重くも貴様は一人で耐えてきた。Yeah!
何とぞ援軍を。恐れているか。終わった。橘は橘として戦い、生き抜いた。誇りなき生よりむしろ死を。